どうも、淡路のきのこ屋です。直近から225日目、やっと20度を下回るようになってきましたね。人が肌寒く感じる頃が椎茸にとっては心地いい温度のようです。湿度もかなり重要で、 50% 台だとかなり乾燥していて、このままだと椎茸が生えてきてもカピカピに乾いてしまって、あまり大きくはなれません。それを防ぐためにこのラップがあるわけですが、今は椎茸が出ていないので代わりに原木を保湿してますね。あとは二酸化炭素も影響してくるんですが、椎茸に関してはあまり気にしなくてもいいレベルです。こういう風にデータを取っていくと理想の環境が数値でわかるので、適当にやるよりは安全です。椎茸キャラ図鑑は現在17キャラ、各キャラの説明は SNS に載せているので、下の説明欄から見てみてください。はい、今日は以上です。見る椎茸のビデオログが参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。ではまた。